時間にレッドブルを飲むということは夜はこれからということですかねボールさんに投ぎキスこんばんはきょちゃん結婚してありがとうきゃ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 ャーどうしよう <laughs> イベントお疲れ様イベントお疲れ様さんダルマッチありがとうございます電話くふるやりきった素敵素敵てきすてきだおさんにも ナギキスブルース・エリスさんえすいせんすいせんえー、なんだっけなハスじゃないえすいれんすいれんありがとうございますいただきまもん非常に香ばしい味わいこんばんはホトシンさんにナギエリカさんに投げきす球根ランキングす <laughs> 魂を7つ集めたら願いを叶えてやろうかっけっこさあー結婚ありがとうございます結婚みんなには内緒だよ 結婚しああ、私、私、恥ずかしい、恥ずかしい。もう指輪をはめる指が足りないわって、ありがとう。私た <laughs> ちゃん、待った待ったすごい。<laughs> これ、告白のさ、そういう番組でさ、<laughs> 好きです。ちょっと待った。僕も好きです。<laughs> すごい、待ったありがとう。<laughs> ジンコエさん、ナイキキス。悪いやつ、レッドブルー。ナー、えー、スイーン。 レンありがとうございますバババババ。おいしい。いい甘さ。今まさ、バラありがとう、バラ肉。今夜はバラ肉パーティー。あ、ほんと結婚したありがとう。指はいっぱもう指はいろんな指に、いろんな指に指を、指キラキラでありがとう。え、何気きつまるちゃん、何気きつ。メンマーさんもダルマゃんありがとうございます、マッチョ。だるまの数だけたくましくなる、にくらみ。1日目。<laughs> だるまちゃんありがとう。ぼるさん結婚したのあー。どうしよう。結婚、求婚され、求婚されている。求婚されている。照れちゃう。照れ、照れ、照れ。佐々木さん、花束、ありがとう。じゃ。こんな、こんな花束。ロマンなんで。なんてロマンチックなのでしょう。<laughs> なんか今ね。ショールームのイベントがあるらしい。そういう。 ギフト限定ギフトなのかなすごいね「こんばんは」みたい「ヘイ」今日は特に話すことは話すことはないって違う <laughs> あの何があったからショールームとかじゃなくてなんか最近ショールームやってないなと思って前まではさもうこの時間になるとさショールームできなかったんだけどまあね一歩大人の階段登ったんでね まあちょっとせっかくだし、ピョオルムやりたいな。みんなと話したくなっちゃった。朝の6時だって、日記さん。はい、早起きだ、偉い。私、6時に起きようと思って、いつもめっちゃ7時ギリギリとかに起きるからさ。こんばんは。ナマステ、ナマステ、チョコバン、ありがとうございます。もう、千手観音です、これは。本当にありがとう。 みちゃんラブありがとうラブラブラブクロネコブスタさん急結婚してありがとうございます <laughs> ああこれがこれがあのそういう番組でよくあるいろんな人からプロポーズされちゃう私選べないわ <laughs> ごめんなさいキハタありがとうあとラブ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 お姉さん五十みんな偉いもんみんなね毎日自分を褒めていいよ本当に 偉すぎる結婚して,婚してでも私には決めた人がいるのやだっつってガメさまガメさま結婚してあげたっ心に決めたあの人がいるけどでもこの関係は秘密よ初見さんから来たら怖い配信モテキモテキ モテキ私聞いてモテ木マジでなくてさ <laughs> モテなんか今は思わないけどもうちょっとさ小中学生でさモテたかったの <laughs> なんかさ今でこそあのもうね関わりたくないのよ <laughs> 学校の人と <laughs> でももっとあの小さい頃に <laughs> なんかもっとそういうチャンスをあればよかったなって思います。あすみさん結婚してありがとうございます。結婚結婚。じゃあすみさんから頂い,いた指輪はうん親指とかにはめようかな。親指に指輪って入るのかなみキキさんながついまぞ。 うま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 すみさん、こまありがとうエリカちゃん、ラブ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 ありがとう最近のー、ええへへへそうカラフルなキノコ食べてないよカラフルなキノコ食べて、なんでなんでなんで酔ってない 私が飲んでいるのはレッドブルだ親指やっぱそのね親指ってあのよくさ指のさ意味あるやん小指が赤ちゃんみたいな親指ってパパなんですよ大黒柱なんですよこの あのやっぱいろんな関わりがある中でのこの大黒柱を担うここに指輪をつけるっていうのは非常に深い意味があるんじゃないかと思います何か違うわ違うさっき開けたばっかうんおかれさこんばんは大丈夫だ15分かからら始めたからね別にあの深夜の酔いどり配信とかじゃないからねこれ本当に違うからね いや違うからねただのただの JK の JK の夜更かし配信だからこれ <laughs> うれしいさんラブありがとうラブラブラブラ伊藤さんバラ肉ありがとうございますバラ肉バラ肉うちに最近さジョジョ園のタレがあってさ <laughs> ジョジョ園のさジョジョ園ってめっちゃそのあのお高いお肉のお店なんだけど ののジョジョのタタレレががああってさあのタレがすごいのよまあたぶんお肉につけても美味しいんだろうだけどあのあの叙々苑のタレとお米だけでもうご飯が食べれるぐらい美味しいタレなんです <laughs> 素晴らしい料理できなくてもひと安心ねえきさん花束ありがとうございますフラワーフラワーばいずフラワーフラワーフラワーいずもう千ン千ュの参上の千ンですねありがとうございます <laughs> 右の薬指に指ェさせたまま反転画像載せてファンの方をえでもそうそうなんかさやっぱアイドルやらせていただいてってさ自撮りしてさ SNS とかそうと反転するじゃんなんかそのやっぱ映ってる文字とかも反転するし一番難しいのが浴衣かな浴衣とかその着方がちゃんとあったりするからこれは。 カメで撮ってるから反転してるけどこれ多分こっちだよねみたいなそう難しい自撮りのねこういうところがちょっと難しかったりするんだよねけど <laughs> それ飲んだおいしいよこれおいしいよねレッドブルってなんか期間限定でさいろんな色出てるんだけどこのレッドブルのさいろんな色の期間限定のやつほんとにあの外れないなって思う今までね 連続で結構飲むようになってから白緑で今緑緑じゃないこれなんだ紫か白緑紫で出てたんですけどどれも美味しいえっちゃんはたありがとうあみちゃんが男だったら2期のメンバーで誰を選ぶうわー <laughs> めっちゃ難しいそれ男の子でしょ私がえー 私が男の子だったらか待ってめっちゃ難しい難しいけど超真剣に考えたらめっちゃ面白くない男の子でしょでさみんなどう考えてもタイプ違うじゃんなんか多分私あの男の子になったらダメ男だと思うんですよ。なぜかというと今の時点であの今の時点で家事もできない。 勉強もできない料理もできない洗濯はできる洗濯と水泳しかできないんですよ私だから多分男の子になってもそのままだと思うんですよだからやっぱそういう面を考えると圧倒的にちなっちゃんさんなんですけどやっぱその家事家庭的なことはもう全面的にあのお任せしていただいてもう私がね今から仕事行ってくるからでいっぱいね いっぱいお土産買ってくるからっつって言うのは血なっちゃうそうと思ったけどみんな良さがありすぎてめっちゃ難しいこの話は熱弁ですよきょうちゃんこわありがとうきょうちこいこい白も美味しいですよね白がね桃っぽかったかな結構その期間限定の味のやつは個人的にはさっぱりしたものが 多いいような気がしして美味しいですこんばんばはえでもそれ分かるほうちゃんは何だろう私が同級生の男の子だったら一番真っ先に恋するのほうちゃんだと思う分かる <laughs> 全員例えばそれぞれ同級生だった期間を考えてみて多分ほうちゃんを好きになるって多分ガチで好きだと思うの,あの同じクラスの。 もうあの一目置かれてるそのそういう存在だけどいやでもそのみんなにはそう言ってないけど実は密かに好きなんだよねみたいなわ <laughs> かるなんか <laughs> そうえめっちゃわかるほうちゃん同級生にいて私男の子だったら多分絶対好きになってたよ悪い男そこから守ってくれさ10年 <laughs>。 村瀬おめでとうありがとうございます。そう、先日ね、バイオハザードビレッジ企画をやってたんですけど、無事全リしまして。<laughs> まあね、みんなのことは私が守るんで安心してください。え、なんだろうほうちゃん同級生にいたらやばくないって思う。<laughs> やばくないめっちゃ <laughs>。めっちゃやばくない絶対好きになるでしょ。でも、でもその、なんだろう っちゃうさでまー、あ、ちゃんさんとかは何だろうね多分ちょっと振り回されたい人向け <laughs> なんか優しさとあのいい悪さが混合してると思っててなんだろう <laughs> 親しく最初はあのすごい礼儀から始まって。 でもその好きになって親しくなっていくことでそこが徐々にその何だろうフレンドリーというかになってきてフレンドリーになってまあさらに好きになってこうねアピールし続けてちょっとずつそのフレンドリーさが増してきてあやばい好きかもって <laughs>。 赤のレッドブルえ赤のレッドブル私飲んだことないでもいちご私好きだしいちごって外れないよね私いちごは外れないと思ってますいちごがねめっちゃ好きなのフルーツの中でねもう12を争う好きこの感じ <laughs> やばいなんかさなんかうるさかったのかなめっちゃめっちゃ今配信切れちゃったごめんね大丈夫かな あすみさん怖いエリカちゃんラブラブアリ、ね、めっちゃ切れるんだけどショールームなんなんなんでなんで私あれかななんかおかしいのかな <laughs> めっちゃショールーム切れるんだけど <laughs> 怖い <laughs> ごめんごめん,ごめ,ん,ごめ,んめっちゃ切れてるごめん たまに切れちゃうんだよね今夜もニークラさんがキレッキレだからじゃないですか。<laughs> やだた。<laughs> じゃあもう気にしなくていいから。みんちゃん、またありがとう。来世でもぬめたろに会いたい会いたくない。やだやだやだ。やだ <laughs> そう、バイオハザードをね、クリアしたんですよ。なんとか。もうなんとかクリアしたんですけど、本当にね。 なんか4回に分けて配信したんですけどそのね2回目かな2回目でマジ詰みすぎてもう心折れかけましたよ <laughs> なんか1回目は、まあ、まあ戦いながら進んでって2回目結構謎解きというか迷路みたいな感じが多かったんですけどそう本当に私の,あの頭の地頭の悪さにより全くそれが分かんなくて分かんないししかも一歩 一歩歩いたらここ死ぬでしょみたいなとこがあったのいや私ここ絶対行かないですここ絶対行かないですマジで行かないですって <laughs> そう別にゾンビとかがいるわけじゃないの魚がね泳いでるんだけどそう本当にそこでめっちゃね力つきましたもうんとかクリアしましたよ <laughs> テンションおかしいそんなことないようんうん 22時以降は人が変わるまあでもねやっぱ22時ってさ、まあ、22時以降って、まあ、まだ高校生だしまあその朝から、まあね、22時まで活動するあのニークラーミー1と、まあね、22時以降のこの夜を担当する、ね、ニークラーミー2がいらっしゃるんでね、まあ、もしかしたらそういうことかもしれないですねっていう感じですかね。そう やっぱニークラ倉ーミー18歳であろ,うあろうとも18歳であろうともやっぱねやっぱ夜の時間帯はそうワンツ筒で分けることによってやっぱアミとオールをね楽しく過ごせるっていう感じですかねはい私もちょっとなんか自分で楽しみっていうのもあれなんだけどさ私もさ初めてだからさ T シャツ作っていただいたりするの。 そうちょっと楽しみ届くな事前 <laughs> にやったおかげでやばいどこいやでも本当にねその知ってる方も知らない方もなんかそれぞれいろんな応援コメントをしてくださって本当に支えになりましたそして私はバイオめっちゃ好きになった <laughs> そう 今までめっちゃちょっとずつしかやってなくてほんとに細切れしか知らなかったんですけど一作品を通してねうわこれめっちゃおもろいやん <laughs> なんでオレンジじゃなくてミントグリーンなのその話しようか <laughs> T シャツの色のことでしょ違う T シャツの色ね私指定しなかったんですよとりあえずデザインデザイン出してこれでお願いしますって あのの言ったの頼んだのそう後から思い出したんだけどそのツアーとかツアーじゃないライブの SST とかの時って色を選べるんですよ色選べるから「あそういえば」と思って「すいません色?」ってで連絡したらマネージャーさんがあのまあミンタ君でミトグリーンでとりあえず注文してくださったんですよ。 だからな、ね、りゆきでミントグリーンになったでも難しいんだよねそうそこが難しいの私も色をそのミントグリーンにしようかオレンジにしようか迷ったのよその時にえこれ一回頼んだ方がいいかなってでもとりあえず先に聞いてみたの「すいません色って!」ってそ <laughs> ミントグリーンですよっていうことで頼んでくれたんですけどそうここがねめっちゃ難しい問題なのニ期キメンバーからないからさ 私メンバーから決まってたら多分その色で頼んでたと思うんだけど、え、これどっちがいいかなって。ミンタ君映ってるから多分ミントグリーンの方が可愛いよなって。でも、そう。私一応オレンジって言われてるから、え、これオレンジティーの方がいいかなうーんって悩んでて結局 <laughs>、結局そこで終わっちゃったんですよ。そう、だから早く、早くっていうか、 まあ、多分ないと思うけどなんかね正直正直あの私0か1 0 0か百なんで <laughs> ねーなんかそういうの決まったら嬉しいなーって思いつつ、まあ、今回はミントグリーンになりましたあそうだねミンタくんのメンバーからミントグリーンってことで <laughs> そうちょっとそこなんかねややこしくなってたら申し訳ないんですけど、まあ、今後とかもねなんかその今回はデザインで T シャツを出させて頂い,いたんですけど、まあ、2期実はソロ T があったりして、まあ、3期はまだ出したことないんですけど、まあ、そういうのもね何かの際にみんなで出せたらいいよねせっかくだから。 明日何の日明日ね、うん、関根さんのライブがありますみ <laughs>、うんちゃんハートありがとうみんちゃん、ありがとうえりかちゃん,ちゃんだだだだだだ、ありがとうねえ、ちょっとさ、あの <laughs>、いつもさ、単独ライブのさ、MC のさ、 一番最後の MC の時にさ今日なんか発表ないかなってそ <laughs> う思って <laughs> なんかその結構ミキってそういう発表基本的にサプライズなんですよ単独ライブの時の発表ってあの次のライブが決まりましたとかそういうのも結構サプライズなことが多くてだから単独ライブの時はね毎回毎回思います今日なんかお知らせあるかな <laughs> 今日何かなそうそう <laughs>。 きょうちゃん、レッドブありがとうパープルだけどねまあ、パープルとレッドってねもう似てに似てにつかぬ似てにつかぬ <laughs> 似てるもんね仲間やもんねありがとうすみさん、ごめんすみさん、マリちゃん、ラブありがとうラブラブラブサブランディキャそれはもうごめん <laughs> でもねあのアフが アプガアプガファミリーと言っていいんですかねサプライズはつきものですから慣れ <laughs> が大事慣れが <laughs> こんばんはこんばんはでもその一応さ何だろうライブさせていただいててさいやなんか事前に教えてくれても事前に教えてくれても嬉しい けどなーって思うのがよくある <laughs>。知りたいじゃん。だってこんなに近くにいるのにさ、おわかんないんだよ。すごいなんか恋愛ものの歌詞みたいだね。こんなに近くにいるのに伝えられなしてました部屋でうなり声あげてね。違う。今のな泣, <laughs> 泣いてるでしょ。レースください。カズさんに送る嘆きです。 泣き方気持ち悪いな。<laughs> 人の、人の涙をそんな風に言うんじゃないよ <laughs>。綺麗な、綺麗な涙だねって <laughs>。君の涙は美しいよって <laughs>。笑ってるわ、に事会。違う、笑いはさ、この笑いは今のこれじゃん。泣きは、は <laughs>、でしょわかる この感じ <laughs> この違いは分かるかな <laughs> 若い頃は泣かなかったえなんかそうなのかなどんどん感受性が開いてきたのかな <laughs> 君の涙は美しいよ棒<笑>,笑ってないえ本当に笑ってない笑いながらか確かに気 <laughs> 涙の数だけ強くなれるよ アスファルトに咲く花のように。アスファルトに咲く花。アスファルトに咲く花。アスファルトに咲く花。こんばんはー。チラッチラ。ミ <coughs> ナち,ち, <coughs> ちゃんがエブジェネクション撮った時の涙の涙。えなんかさもうさあの時さなんか感動とかもちろんその。 感動の気持ちもあったけどもう感動とかよりも先にあのニーナちゃんの顔見たらさなん,かなんかめっちゃ涙出てきてなんかこれがさあ本当に人の感情が高ぶった時ってこうなるんだって思ったガチでガチでなんかもうその全ての感動とか嬉しいとか通り越してなんかねな <laughs> ったよ。 爆笑からの泣いて爆笑爆笑ばいうるせえうるせえ。助かった。もう本当にみんなやめて本当に。<laughs> 何言ってんのみんな。<laughs> 本当にやめよう。 ダメだめ、ね、<laughs> <laughs> どど <laughs> <coughs> <coughs> そうで何よ。あ <laughs> あ <coughs> 境目が分かんない。<coughs> <laughs> なんか泣く泣く役ありませんか <laughs> <laughs> 泣く役ありませんか <coughs> うん一味違いますそうだってまだこれからよ私これからレッドブル飲んでねこれから本当にあの目覚ますからさ そう美さんの戦いはこれからなの今から徹夜で課題するよ <laughs> まぁていうのは嘘なんだけどやれよ <laughs> やらんよ徹夜とか体に悪いやろそう全然寝るんだけどみんなダメだよちゃんと寝るんだよ本当に寝ないことってマジでシンプルに一番よくないで。 さん、ラブありがとう見てこのすさまじいハート綺麗でしょ <laughs> この指の指のこのねカーブを描いて、ね、しっかりとハートの作っております <laughs> 日付超えて配信してる姿えー、全然私はいいよ <laughs> 全然私はいいけどなんかそ夜もさ なんか一応毎日配信してるわけじゃなくて割とできる時やりたい時にやってるからさなんかあんまり夜遅くするのにまだちょっとねためらいを感じているまあでも起きてるからね私<笑><笑>私お休みんとしてるけど大,体大概起きてるからねえちょっともうちょっと経ってからかなとや外テンションからよく寝れる 寝れるよえでも母ちゃんに迷惑はほんとそう私はさ別に部屋の明かりついてても寝れるんだけどなんか普通そうじゃないみたいで部屋の明かりついてると寝れないとかあと私がさちょっと足踏み入れるとめっちゃすぐ起きんのよ私起きないのそういうことされてもだからそのねまだそこら辺の人の気持ちがまだちょっと理解しきれてなくて寝ててさ 隣歩いたら起起ききるるんでしょ起きるのよマジで意味わかんないと思ってめっちゃこっそり歩いてんのもうあのスローモーションみたいな感じで気持ち悪い歩いてんのに起きんのなんか「おっ!えっ」えなんで私は絶対起きないよ危なっ私は絶対起きないんだけどそう。 5月の終わり頃まで覚えてたけど、肝心なっちってある。<laughs> ありがとう。まだね、でも、10、今が14かな ?13 でした。まあ、13だから6月1日みたいなもんだから、セーフ。ありがとう。18歳になりました。<coughs> 忍者に会うふみえ、そんなことないよ。私さ、昔そういう番組があったんですよ。なんかもう、あの、目には見えないくらいスローモーションで動いて、 その防犯カメラみたいなすっごいその動きなんだうそういう動きを感知して警報を鳴らす機械みたいなのがあってそれ VS めっちゃスローモーションで動ける人みたいな対決を昔よく見てたんですよそれ見て結構同じことしてたんで割と自信あるんですよそう無駄にドア開ける時とか超スローモーションで音立てないように開けてたりしててそう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 ここ建てだっけ 何かでやってたんだよね函館かもしれない今日じゃバラ肉ありがとうエバラの焼き肉のタレ私はジョジョエンのタレ <laughs> そう母ちゃんがねお誕生日にジョジョエンのタレをもらってたんですよいやこの話さっきもしたえそうなんか普通にまずまあ普通に歩いてたら当然警報が鳴るんですよ でもその人はもう本当にもに何分何十分かけてその道を歩くのめっちゃもうこうさ普通の人ならこうやって歩くのがもうこの動きがアハ体験みたいなくらいめっちゃ遅い動きで歩くことによってそのセンサーに感知されない VS その万能センサーみたいな番組だったのよ。ねえそれ見てね私も頑張ろうと思 <laughs> って <laughs> めっちゃやってた時期ありました あとねあのなんだっけテラテラみたいな番組あったの分かりますホコタテの時はえっ亜美生きてたよ生きてたよ私見てたもんホコタテみたいなステーンあのなんか青と赤みたいなさなんか色使ってなかった私結構見てたよそのスローモーションあのなんだっけあの クイズ番組となんかアクション融合させたなんか謎解き番組があったんですよなんか結構壁を伝ってったりとかあとなんだろうまあ、壁を伝ってったりするんですよ <laughs> そういうねこれなんていうもので、デロデロなんかあのアルファアルファマイ違うえファラオファラオファラオが出てきた そ私それに憧れていとこっちで <laughs> それに憧れてねいとこっちにねあ,あの押し入れがあってタンスがあってその下にタンスがあったからつまりなんかもういタンスのまあ1階部分2階部分でその入れにその上にさらにタンスみたいな3段立てになってたんですよで仕切りがあるからここタンス登ることができるのだからこの上のあの押し入れ 物入れのところにこうやって捕まってタンスにあの足乗っけてあの壁を伝うっていう練習をしてました。そう、それに憧れて。あのー、糸こんちの壁で勝手に壁を伝う練習してました。<laughs> 壁伝ってタンスの上に乗り移って、さらにそのあの洋服のタンスをこうやって伝って。わかるタンスがあるんだけど、そのタンスの上の部分掴んでさ。 で下のさ引き出しの部分とか足かけれるじゃんそここうやってよじ登ってこうやってって <laughs> めっちゃやってた壁伝うの時間オーバーだと包帯あそれもあったそういろんなゲームがあるんですけど「ホコタテ」は10年前だから編みた発想じゃあ見てたんだ全然懐かしい出演する気満え出演したかった そう、めっちゃいとこんちで壁伝ってた懐かしい今ねそのいとこもすっかり高校生になっちゃってね私もかすっかり高校生になっちゃってそう私さびっくりしたのがさ この前、母ちゃんとコンビニ行ったら、ら母ちゃんが急にレジにいる、なんか女子高生みたいな子に、めっちゃ絡んでったから、え、なになになにと思って。あ、知ってる人かな <laughs> 女子高生だけど、まあ知ってる人なんかなって思いながら、見てたら、そのいとこの、え、これなんとかちゃんだよって言われて。あ、違うわ。その時はなんか、なんか、えへ、ー、みたいな、はみたいな、はみたいな感じだったの。で、そのコンビニを出た後に、あれなんとかだよって言われて、 <laughs> 私普通に地元の高校生だと思った <laughs> そうその子もすっかりさもう女子高生らしくなっててさ私なんかジャージにさあのー、何いつもの T シャツにさこう眼鏡でさ髪もつるんってなくしてさ<笑><笑>あの近所によくいる人みたいな感じで言ってたのにさもうみんな大きくなっちゃってねってびっくりしたよ。<laughs> いや,やっぱ最近の高校生やっぱいいなって思いながらそうお母ちゃんがなんかめっちゃ仲いいむつましげに話してたから私も「あどうも」みたいな「あーみたいな感じで、まあ、軽く会釈、まあ、というか知り合いなんかなと思ってたら「あれもうこんな大きくなったのね」びっくりだよ私だけが成長してない世界。 <laughs> 私なんかね全然高校生っぽくないその子年下なんだけど全然私高校生っぽくなくて後からびっくりしたもう本当にいとこに人見知りしないかなめっちゃねよく遊んでました小さい頃はめちゃめちゃよく遊んでた懐かしいっすね女子高生が女子高生を語る そう今日さ撮影してきたの何の撮影かは秘密だけど <laughs> 撮影してさメイクしてもらってさ見てこれこれまつげなんだけど私普段まつげ下に生えてるからこうなってるんですよでもこれ1日経ってもまつげがちゃんとまつげとして機能してるんですよこう上にね キュッってなんてわかるかな。この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 ,こ,のこれ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 ピョン。本当はいっつもこれがヒュンって混ってるの。すごくない。これがメイクさんの力ですよ。もうびっくりドンキーもうびっくりドンキーすぎて画面隠しちゃって。ああびっくりー。そう撮影例だったんです。メイク自体はね割と薄めな気がする。うん薄めなくこの技術ですよ。目が。 少し指向いてるそう私いつもまつげ下向いてるんですよ下に生えてて一日経ってもこのケー力みちゃんハートありがとうハートハートハートえ待って私何か間違えてた例が間違えということに。 私もしかしてデイの「E」と「A」間違えてた <laughs> えめっちゃウケるやん気づいてなかったのうんえ、でも違うあれ言い訳して私打ってない言い訳もう言い訳タイム言い訳タイム私打ってないもんって <laughs> あれは違うあれは撮影変換してデイってひらがなで言って 出てきたやつは変換しただけ。そう、私が英語でキーボード打つなんて、まずないからね。もうわかんないから、とりあえずでいって、でいってひらがなで打って。<laughs> 一番上に出てきたやつあこれでっか、でいっておじたの <laughs> でも、あの、気づかんかったわ <laughs>。<あー笑>どうする、私、高校三年生だって。そう。だから、私は。多分騙されたんよ。そう。 騙されたの、私は <laughs> 私は私は騙されたんです私は無実なんです私は無実ですそう私は無実なんですビュューラー使ってその ま、15分くらいは上向いてるんですけど、なんかね、だんだん下下がってきたの、しょんぼり。シュンシュン朝から本気なのか寝たのか、本気に決まってんじゃんあいたは常に本気だよ。何を笑ってんねん人の涙を笑うでない本当に。人の涙を笑うものは、 なんだっけ一円に泣くものは一円に、一円、一円。<laughs> 一円を笑うものは一円に泣くからね。ほんとに。一夜見たを笑うものは一夜見たに泣くんだで本気でデイ。でいデイデイ。<laughs> まあね。デいでも、通じるから。<laughs> 読み的にはデいだけどね。爆笑してないって 常に本気だよ。常にでしょ。一阿弥けそう。一阿弥けを笑うものは、一阿弥けに泣くよ。次阿弥けに会ったらみんな涙出てきちゃうもう。なんか。<laughs> やはー、こんばんは。あみたの涙、一円 <laughs>。涙、一円なのえー

女の子の涙は宝石だからキラリラリす素敵使ってこあみたの涙はあみたの涙はエメラルドだよあいさんこんばんはありがとうございます一円笑うそう一円に笑うものは一円になくこれはマジですチョコミントを トークショーやだよトークショー私そんなおもろいこと喋れないもん。あみたは最近芸人違うあみたはあみたはなんだろう当たり障りなく当たり障りない当たり障りない癒し系アイドルを目指してます。 なんかあの癒し系アイドルを目指しては「いのっとのっとのっとねえ今日の1アミタはうれしいですもうね1アミタ一1アミタ集めて10アミタになるとねスタンプカードがゲットできるんでねぜひ毎日コツコツ集めてってください凪助あそうだすけの放送あったね皆さんアマプラ見ていただけましたかそうあの <laughs> ちょっとね、ネタバレになっちゃうのであんまりあれなんですけどまあその凪に出演させて頂きましてこれね2週にわたって、まあ、10日前回の配信が「アマプラ」の10日だったんですけど次が17日かなにまた配信されます前半が、えー、ミニゲームそして後半がダンスパートとなっていてもともとその今回は2期のダンスを皆さんに覚えて踊って頂けるって企画だったんですけど まあそのための、まあ、順番決めパート決めとして、まあ、企画にね企画をやってたんだけどそこにも2期参加させていただいて、まあ、ちょっといろいろ企画をやらせていただきましたお見事やわらいいやでもあの日さあの日撮影ともう一個何かあったんですよ確かあの日本当に笑いすぎてやばかったです100アミタの特典 百阿弥陀の側転、何しよっかあの阿弥陀が阿弥陀が空飛んでるよって百阿弥陀で阿弥陀がえー、あなたのお家の近くの空を飛びます阿弥陀の将来の夢空飛ぶことだから <laughs> 本当に空飛んでみたいなんか私風が好きなの風が暴風が好きなの暴風と隙間風が大好きで本当に空を飛んでみたいってね思う 終わっっちゃったそうミニゲームも結構その <laughs> メンバーによってね慎重に慎重にやったり結構攻め攻めなねだったりとかあるんですけど是非ね貴重な本当に貴重なね撮影に参加させていただきましてもしまだ見てないよって方とか、えー、Amazon プライムビデオでご覧になれますのでよかったらチェックしてください みんちゃん、レッドブルありがとう。追加ですね。はい、追加きました。レッドブル。<laughs> 追加持ってきてー。<laughs> はい、追加追加。レッドブル追加。レッドブル入ります。アミタ応援する時は、うーん、オレンジかなニキは一応グループカラーが白で、最近はあのメンバーカラーはないんですけど、あの、それぞれメンバーの、まあ、好きな色。 うめっちゃ公言しててまあそれで私はオレンジを振っていただくことが多いのでもし振ってくれたら嬉しい所存 <laughs> スカイダイビングサイコパスじゃない誰が,誰がサイコパスやないな、ね、こんばんは母ちゃん今日もかわいいねありがとうキャちゃん星ありがとう星星レインボーターが まあ正直何だろメンバーこれがメンバーカラーじゃないからもちろんそのなったわけじゃないんだけど最近そのメンバーでやっぱカラー欲しいねっつって <laughs>「やっぱカラー欲しいよねチェケラッチョ」っつってなんとなく決めたんですよみんなで。白のガラスを全部割るのいや本当にバイオ楽しかった。 気分的にもう一周したいぐらい楽しかった <laughs> 芸人はそう私そんなことないよ本当に私全然喋らないし私結構見てることの方が多いんですよだからあんまりねあんまりあれなんだけど相田が見てないもうマジで <laughs> いじめたりとも逃さない 赤振ってるけど心の目でオレンジだと思う <laughs> いやでも赤とオレンジってなんか似てる部分あるからそう赤をまあ赤赤に水かけたらオレンジみたいなもんだからね全員応援したい時はそうだねグループカラーは白だから白かな白ですオレンジとミントの紙テープえー、何それ 面白い面白い <laughs> じゃあ多分ねショールームとかはねめっちゃみんながねコメントしてくれるからねなんか楽しいけどね私あれなんだよね別にトーク得意じゃないんだね赤にそう赤に水かけたらオレンジみたいなとこあるから大丈夫よん <laughs> プロレスで投げるああ知ってるこうやってピローンってやるとキるくキくるキってさ飛んでくやつやるえー We are we are l u c k 白しか振ってないいやでも白白はだってもうねもうアップがねイエイだからそう嬉しいもう嬉しいよその心だけで嬉しいわ <laughs> 危ないその心笑ったやろね コフェスのアミとも芸人はいやそんなことない <laughs> 嘘でしょガチで違うガチで違うそれは布団かぶるのか被らんのか私は何か被る私さマスク好きななのかな私寝る時の癖なんだけどめっちゃ買って口元隠して寝る癖があるんだよねなんか隠してたいのそう基本的に覆われてたい そう基本的に覆われてたくてねすごいかぶる癖があるこれそうみんな知ってるこれアビタのテントごっこ,だよこうやってやって手とかねこうやってやるとあの布団が張るんですよこうすると手動でででテントができるんすすよすごくないキャンプとかさしたくなるじゃんたまにそういう時にこうやってやるとテントになるんですよなんかちょうど部屋の明かりがいい感じにキャンプ感を出してて。 なんかね、いいんですよ何タオルめっちゃ毛がねあの毛のさなんていうのあのこういうもうねピンチなんですよ <laughs> 私が赤ちゃんの頃から使ってたタオルがあるんですけどそれがもうマジでちぎれすぎてダメになってこれをねもう何年だろう結構使ってるんだけどこれももうダメだねでも私はそれでもタオル生地が好きなの。 タオル生地大好きレスくだささいののぎのぎさんに投げキスすいませんちょっとコメント見るコメント投げキスあげちゃう母ちゃん柔軟剤分からん私柔軟剤柔軟剤知らん <laughs> バラのやつか青いやつだったと思う違うって スヌーピーの毛糸の子うームー子がピーテピーテやったピーテうちの柔軟剤はね青か緑かピンクこれは決定事項ですみんなもやっぱキャンプ行きたくなる時あると思うからさやってみてね布団一枚で簡単アレンジおうちでキャンプファイヤーピンクだ シアーブロッサムだって花だよブロッサムブロッサム桜かわかる匂いしないか <laughs> ブロッサム桜チェリーブロッサムとか言うもんねえー、なんか甘い匂いがしますタオルタオル大義 耳に顔髪を耳にかけるしぐさが大人っぽええー、うしいええー、ありがとうめっちゃ嬉しい耳耳耳嬉しいめっちゃ嬉しいどうしようありがとう本当にびっくりどんえ知ってるブロッサム桜って私知ってんのすごくないブロッサムだよブロッサムブロッサム ねえ談議新しいレッドブル違うよレッドブルまだ来ないんだけどレッドブル頼んだのにここのここの店がなレッドブル頼んでからもう10分も経つのに来ないんだわ買って客を客をここに換金するつもりかはあ,んか、はあ、あみんちゃんレッドブルありがとうレッドブル入りますレッドブル入りますレッドブル入ります ちゃんレッドブル入ります一 <laughs> 一日一本ここの店ではいつまで待たせるんだおかしいやろどうなってるんだ私はここでここで一生レッドブルを待ってるという中か本当にどうなってるニャんジューさんニャンはあピューちゃんだるまっちょありがとうマッチョマッチョマッチョ,マッチョ あっという間に23時16分だってびっくりドンキーびっくりドンキー行きたい1回だけ行ったことあるハンバーグ屋さん23回かメニューがさめっちゃでかいのなんかメニューがねなんか窓みたいなあのこういうさあのよく物語に出てくる窓みたいなメニューしてんだけどびっくりドンキー行きたいすめんうん私は あのお昼じゃあ朝から、まあ、10時ぐらいまでにかけては阿弥陀一っていう阿弥陀がいて、まあ、その阿弥陀は割とおとなしいというかおとなしいキャラなんですけどこの22時から深夜帯にかけての阿弥陀過去2期っていうのがいるんですけど、まあ、それが私ですね、まあ、結構あの何テンション上げめなのでまあどっちも素,素面ではあります <laughs> あ、お酒飲んでないよ。飲んでない、飲んでない <laughs>。お酒飲んでない <laughs>。飲んでないよ。飲んでるわけないじゃん。18歳ですよ、まだ。本当にダメ。本当にダメだし、私も飲む気ないし、酔ってないよ。うちの母ちゃんもそういうの厳しいから。 まあ、飲まないのが大前提なんだけど、そう、二重ガードかかってるからうち、あの、北海道のさ、寒くてさ、窓二重にするみたいな感じだから。そう。バイオの商店の親父の真似して、なんだっけおっほっほっほ。トレビアン。何を買えますかトレビアン。ありがとうございました。ええ。あ。 わかんない、難しいトレビアン <laughs> 何時からツアーに戻るんですかえー、わかんない <laughs> ワンの起源次第ワン、ツーシラフシラフってよく居酒屋のさ あの母ちゃんが PTA とかやってた時にさあの子供でさ夜一人にするのもあれだからっつってさよく一緒について行ってたのよその時絶対さそん時絶対シラフって言葉が出てくんの <laughs> その時に大人の人たちが話してるとね絶対なんかなんかもうこの子はシラフだからみたいなシラフってなんだろうなってめっちゃずっと思ってた「あゆさんコバンコバン」という名の風呂敷ありがとうございます いただきまーす。いただきマリリン・モンロー。ありがとうございます。リュークとデューク。いやー、似てるからな。<laughs> 白コハンさん。バラ肉ありがとうございます。バラのように強く美しく舞うわ。<laughs> ニークラさん、めっちゃシラフだよ。もう。すめん、すめん。ニークラすめん。 覚えてくださいニクラスメですこのままてっぺん声目指します、うん、私は全然いいんだけど、ちょっとなんか <laughs> 私はね、全然ね、夜起きてるからいいんだけどなんかちょうどいいところで終わろうかなって <laughs> ずっと思ってたアミタはスメンを覚えた De 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 アミタ、バラより美しい。ああ、トレビアン。ナマティッシュ、バラありがとうございます。君は、この、花のように美しいよ。いいね。ああ <laughs>、佐々木さん、ミラホールありがとうございます。テンションがカラオケバーだから、ミラホールだけだよど、カラオケバーってこんな感じなのアミタ、アミタ、カラオケバーのまき、の巻。 え、カラオケバーは誰でも入れるのカラオケバーに何をしてもいた <laughs> ありがとう <laughs> やば<っぱ> <laughs> 二2次会のノリこれで酔ってない方がむしろ素晴らしいいやでも本当に違うのねどうしてどうしてなの なん,なんでなんでなんどうしてなんだにゃーじゅだにゃああああモリモリ男女くる嘆きっすばあ、あ、見たえーなんかもっとさもっとおしゃれなんい <laughs> えー、なんか誰か分かんないけどめっちゃ結婚してー <laughs> あれかとう結婚しよう <laughs> みんなそう私に みんなと結婚するために指いっぱい開けておくから。指輪はめて。外字やめて、外字やめてダメだよチャンネルはそのままで。チャンネルそのまま大事。そう。あんいたの時き、すめんで読みます。読ってない違う、本当に違う。バーにいくらスナックあみ。 え、何だろうねスナック飴ありそうテンションがおかしいえでも自分でももうなんかこのテンションがおかしいのかもしくはいつものテンションがなんか違うわかんないじゃんだってさこっちがもしかしたらガチのさすかもしれんじゃんいつもの,あの静かさもしかしたら作ってるかもしれないってことでしょ作ってないんだけどねどっちも作ってないんだけどたまに思う 私はどっちが本当なんだろうって。あ、細さん結婚してありがとう。さんの、細心さんのために <laughs>。えー、この指、この指開けておくわね。結婚して。足の小指で結構ですからね。えー、足の小指ありがとう。でも私、ありがとう。<laughs> にいくら親指輪の指は二重人格 <laughs> あみたいん一重人格だから <laughs> 役を作りすぎたみたい <laughs> この時間はいや別にね何でも十分で別に本当に何でもないのね不思議なもんだ 母ちゃんこの子大丈夫やばいよねなな絶対やばいよね私今日眉毛にマスカラしてもらったの <laughs> 私さ普段眉毛描かないで定評があるんですけど今日あの撮影してもらうじゃん撮影する時って眉毛が描いていただけるんですよで今日眉毛にマスカラした眉毛にマスカラするのすごくない眉マスカラしていいですかって言われてあーお願いします。す眉毛にマスカラってすごくないっていう話 わかたぶん私いっつもあの眉毛何もしていでしょでも今日はマスカラを眉毛めっちゃあるでしょマスカラしてもらったの眉毛に「びっくりドンキーでも眉毛は私はいつも見えないようにこうやってしてます髪型眉毛を描かなくてもね描かなくてもバレないようにこういう髪型をしています眉毛にマスカットびっくりでしょ <laughs> ティックト k クが止まったのティックト k クね、編集が追いついてなくてね。<laughs> 動画さ、動画をめっちゃね、ちょこちょこ撮ってんだけど、ちょっと編集できてなくて。あ <laughs> げてなぁ。えじ、ー、ゃん、かわいいあげた。かわいいありがとうございます。頭皮に、キャッ、キャックス ?CAX ってなんだろう 眉毛にやる気がみでしょだって眉毛にマスカラしてるからすごいよね本当にほいし右に行って左に行ってそして中心へ戻ってくる汗かくときそう私めっちゃ汗かくからさ汗かくからさ <laughs> うらずいさんアイスありがとうございますやっぱ夜のアイスいいよね最高もう今の気分的に散歩行きたいもん やっぱね、夜のアイス最高だよねありがとうジクイーさん小判小判という名の風呂敷ありがとうございますみんなお風呂が沸きましたお風呂が沸きましたピッお湯張りをしますドゥーガガ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 ッうわっえー、で、それがなんだっけ あ、眉マスカラそう眉毛にマスカラーマスカラ塗っちゃった私どうするアンパンマママージまあねちょっと TikTok も更新できたらいいなと思いつつねえ今お外雨降ってる本当にお外雨降ってるの嘘私の周りだけ雨降ってないの不思議でしょう <laughs> 私の周りは雨降ってないよ小鼻に投げ込む小包をいただいてしまった佐々木さん小判こと小包なんだこれはえー、っとよろしくありがとうございます何眉毛,眉毛が何何メイク落とせってこと眉毛片落としてみない母ちゃんが眉毛落としてって言うんで眉毛落とします片 あ、比べるってえ、右と左どっちがいいえどっち <laughs> えどっち、右にしよういや左にしよう急遽、うちの母ちゃんのリクエストにより眉毛を落としますそう普段だからさ眉毛塗らないからさ落とすことないのよえ怖いんだけどめっちゃこれメイク落としっていうやつですでこっち めっちゃ茶色いもんそう今日あの撮影でさファンデーションとかさいいやつ塗ってもらったからさめっちゃピカピカなの肌「ゾンビクマさんこんばんは!今」今眉毛落としてます <laughs> これがえあみたのこれ落ちたかな どこどこ端わかんないちょっとこれで多分つかないか落ちたと思うじゃんえー、眉マスカラ塗ってるのはどっちでしょうかいやあんま変わんないいやちょっと違うかえー、今ね私普段眉毛を描かないんですけど今日撮影で眉毛を描いてもらったんですよで眉毛にマスカラを塗ってもらったんですよそんなに変わんない そんんななに変わんない色が違う気がする変わんないいやでもや、ね、撮影するとやっぱ雰囲気違くなると思うそうそんな感じでこ,ーでこの前髪どこにやるこれ上 スピン配信？うん、うん？左眉毛だけスピン。<laughs> これをどうこうこう横？痛い痛い。これどうやってつけるの？どう,どうやってつけるの？いや一緒やろ。 そう左曲毛だけすっぴん。それが可愛いなかと。はい,い。えでもやっぱ近くない、ちょっと違うくらいなんか。ハゲアイドル。なんでわかった。んそう、私これね。実はね。はあ。カツラじゃないんですよ。<laughs> <laughs> 眉毛剃ってもらえます眉毛剃ったらなくなっちゃう眉毛ね <laughs> なくなっちゃうのね眉毛困る困るあーお寿司さんミラーボールありがとうございますデコがね光ってます今見てミラーボールタ見たどっちが輝いてるキラリンこのあの電気全部の光をここにね集めてます 私あんまりその私でこを出すことないからさあんまりあれなんだけど私でこ広いんですよわかるか多分割と広いと思う顔の3分の1ぐらいはでこです眉毛代わりにそってるんで任せてくださいえだ <laughs> 髪をそろてください <laughs> 髪ね 髪ね、でもね、前にね、切りたいって言ったときにね、あの、あんま切んないでって。<laughs> あんま切んないでっ、ね、て。<laughs> うん。1000円あげます。だって、最近そういう TikTok で流行ってるよ。申し訳ございませ1000円ちょうだい。できれば2000円ちょうだい。ってめっちゃ流行ってるよ。愛さん、花束ありがとう。お花、お花。 チクワチクワチクワツインテールお酒だったらできるよ私むしろ自分の髪型さ自分の髪型自分でできなすぎてツインテールしかできない事件だよもう高校生なのに下で二つ結びとかあったなんかすごいでこ出してさ二つ結びなんかすごいねハハ痛い痛い痛い,たいた 痛い痛い今日ケープでケープでここら辺固めてもらったから痛い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 肉屋さんが1000円ちょうだいって言うとマジっぽい1000かすごいね情報の情報量の伝達情報量の図体図体 <laughs> ハーフツインハーフツインハーフツイン <laughs> 自分でできない <laughs> <laughs> 肺がんかわいなかった 可愛い昔から近所のおばちゃんに「あーい」言われてきたのよあたびに「あーい」芸能人みたいに「かわいい」「あーい」町内で評判の女の子って私のことマジでみんちゃんも可愛いかった、はいありがい可愛いできれば2000円ちょうだい <laughs> 流行ってるのよこれがめっちゃ じゃ結婚したありがとうみんちゃんの指はここにはめどっからここにけって <laughs> みんちゃんからもらった指はここにアクセサリーではめちゃう <laughs> その時んみんなもありがとう <laughs> いいよこのフロアを私のおでこで輝かせますわキャンアッパディスコアッパアッパディスコ かえってますか？私とミラーボール、どっちを選ぶの？ね、もうカムハードある、とりあえず可愛いだって。<laughs> <laughs> <laughs> とりあえずめっちゃありがとう、もうベリーベリ選挙。センキュー <laughs> えねやばい時間もう終わろう。<laughs> 私違うもんだって。何が？ えー、そろそろ終わろうみんなだって寝るでしょう化粧してるえー、っと左眉毛以外はお化粧してます <laughs> え本当にやってるガチで言ってるそれえ私はね私は別にそう何時まで配信してもいいんだけど <laughs> 眉毛落としたり。 日本語で新たな音しないじゃないない,いつも普通だから私これから支度してあのもう深夜明け方までねあれを夜通しで勉強するからそのためのレッドブルだからねいやでも私は寝るけどね母 <laughs> ちゃんストップストップストップレレ、ねね、ステップ 私の歩幅でストッ,アステップ私だけのペースでゆっくり行ってもいい休んでみてもいい歩いていく自分らしく生然痩せる <laughs> <laughs> そううん私は私はレッドブル飲んだから夜通し勉強するよまあでも私は寝るけどねっ まあそういうことおでこあイまあ確かにニ機おでこ出してまあ、ニーナちゃんがたまに出してるけどねあでもおでこ出すと楽なのは前髪気にしなくていいとこですよね私汗かきだからさ汗が直でちそっか,かっサイコパスちゃうねん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  もう私そんなこと言われたらうるさい <laughs> ね近所迷惑だって話だよね本当にそう思う本当によくないと思うみんな近所迷惑だから静かに喋んなきゃダメかほんにそう睡眠学習で <laughs> さえでも本当に 本当にその睡眠、記憶力と睡眠って大事っていうよね。結局寝ないと覚えられないみたいなことあるからさ。そう。そんな感じだけ。竹雄さんやめたいな。みんな、この時間は近所にご迷惑か,かかっちゃうから、静かに喋んないとダメだよ。ね。みんな、静か。あなたは餃子のように寝ます。<laughs> <laughs> それどっちどっちどっち褒め言葉でいいの餃子だって。 でもニあのうちのグループのメンバーには餃子が好きな子がいるのでまあ実質まあ OK ってことだねまあじゃあそろそろ終わろうかガチでやばいガチでガチでおこ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 ,おこそう私さこっからが長いのよ夜の,そのお風呂とか入って 次の日の支度してまでめっちゃ時間かかるの。のし次の日の支度で1時間使うからちょっと終わらないとガチでやばい終わろう。順位読みます。1三位ミッキーさん。12位ステッチさん。11位溝口哲人さん。10位ヨシさん。8位アールさん。えー、間違えた9位アールさん。そして8位がユキカズさん。7位がスミさん。6位セッキー。

ういやいや、ありがとう。ありがとう。よっしたこんばんありがとう。先受観音ありがとう。まあね、皆さんも本当にすいません。夜遅くまでお付き合いしていただきありがとうございました。よく休んでくださいということでね。まあいろ,いろあるんですけど、まあ、ちょっと単独ライブの告知だけ、ちょっとさらっとさせていただきまして。 6月27日はアップが2期単独ライブそして、えー、7月の4日はえー、アップが2期の2期3期リッチナスチャンさんプロデュースの、えー、単独ライブさせていただきます他にもいろんな台湾ライブだったり、えー、イベント出演させていただくので詳しく SNS チェックしてねよろしくお願いしますあいた単独ライブじゃ <laughs> <laughs> うちゃうちゃうちゃう <laughs> ちゃうちゃうちゃうねんちゃうねんもう本当にいろんなイベント 連させてていいいただくくのでちょっととと sns ししれると嬉しいなと思いますよろしくお願いします。ということで今日も本当に遅くまでお付き合いしていただきありがとうございました。えこの配信の最後に私が自分をと言ったらえ皆さんに信じてという合言葉を言ってほしいので信じての準備お願いします。そうですえ7月4日の申し込みが明日の23時59分までになっているのでぜひね、f c 1 0ゲットしてくださいと嬉しいです。よろしくお願いします。 はい、えー、今日も配信ありがとうございましたもう本当とに、えー、大事なことは3度言わせてくださいよろしくお付き合いいただき非常にありがとうございましたはいダブルピースをさせていただきたいと思います <laughs> バイバイをでございますねはい皆さん自分を信じた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 信じて信じて 信じて信じる気持ち強い心そして信じる硬い鉄のハートありがとうございました以上「パップガールズ過去に君のあみたことにくらみ」でしたバイバーイ